お姉様。ユミ。ごきげんよう。ごきげんよう、お姉様。私と小笠原幸子様はスール、つまり姉妹の関係。風が強いですね。春一番ね。そうだ、あの時私が以前から憧れていたお姉様の目に留まったのもこのマリア像の前。それをきっかけにお姉様にプティスールになるよう申し込まれて。私は幸子様の妹となった。マリア様の庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服。スカートのプリーツは乱さないように、白いセーラーカラーは翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立リリアンジョ学園、ここは乙女の園。あれからいろいろあったけど、印象深いのはお正月の時のこと。今年のお正月、冬休みでお姉様に会えない私は少し寂しい思いをしていた。はい、福沢です。はい、あ、いつもお世話になっております。ユミ。はい。電話、佐藤さんって人から。え、佐藤さんってまさかロサギガンティア。もしもし、変わりました。お、ユミちゃん、一瞬でも幸子からだって期待した。あ、いいえ、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、金河新年、ボンナーレ。いやいや、めでたいめでたい。何かありました？暇だったらデートしない？デート？別名山百合会年始会合とも言う。いや、突然決まったんだけどね。あ、行きます。幸子様に会える。で、明日ですか、明後日ですか？両方空いてない？一泊二日の合宿コースなんだけど。合宿？ダメ？いいえ、行きます、行かせていただきます。
それじゃまるで怪獣の子供だよ。ロサギガンティア。じゃ早速行きますか。でもだってまだ誰も。私他に誰か来るなんて言った？は？引っかかったわね、ユミちゃん。一体誰が運転を？まさか。出発。一体いつから乗ってるんですか？いつからってあえて言うなら今日から、大丈夫、ちゃんと教習所行って免許取ったから。ついこの前だけど。降ろしてください。死にゃしないよ、ちゃんとエアバッグもついてるし。と、ロサギガンティア、ここは一体どこですか？さーて、どこかな。病院ですか？それとも学校？なるほど、表札あるでしょ。小笠原。じゃあここは幸子様の？あったり。門が自動的に。すごい。家の敷地の中に森がある。しかも門から家が見えない。大きいだろうとは思ってたけど、まさかこんなに。どう、ユミちゃん、嬉しい？もうロサギガンティやったら。だったらそうと最初から言ってくれればいいのに。いいじゃん、ユミちゃん幸子に会いたかったんでしょ？そりゃそうですけど、でももうちょっと心の準備がしたかった。いらっしゃいませ。皆様お待ちかねでいらっしゃいます。お世話様です。柏木さん、やはり来てましたか。僕はさっちゃんと、いとこ同士だからね。そうだった。でも正直この人にはあまりいいイメージがない。でもなんで勇気が？僕もよくわかんないんだよ。ゲームセンターで、成り行きで。ゲームでの賭けに僕が勝ったのさ。賭け？相変わらずだな。いらっしゃい、ロサギガンティア、ユミ。お姉様、明けましておめでとうございます。おめでとう。いらっしゃい、お客様が増えて嬉しいわ。おめでとうございます。お久しぶりです、さやこおば様。お母様、紹介いたしますわ。私の妹、福沢由美です。はじめまして。本日はお招きに預かりまして。あら、かわいい。さすが幸子さん、見る目があるわね。うわ、私本当に幸子様の家に遊びに来ているんだ。あ、ユミちゃん、明けましておめでとう。おめでとう。おめでとう。皆様、明けましておめでとうございます。すごい、山百合会全員集合だったんだ。水野陽子様はロサキネンシス、幸子様のお姉様。キバラファミリーの鳥居エリコ様は通称ロサフェティダ、長谷倉玲様のお姉様。島津吉野さんは私と同じ学年で玲様の妹。東堂島子さんは白バラファミリーで
ロサギガンティアこと佐藤聖様の妹。こうして私服で集まってるとさすが華やかだな。私もこの山百合会の一員だなんて自分でも正直ピンとこない。ユミちゃん、あ、ユキ君ってユミちゃんの弟だったんですって。びっくりだわね。でもそう言われてみれば似てますね。目元なんてそっくり。ええ、まあ製造元が一緒だからしょうがないんだけど。ユミちゃん、今ババアを引いたね。まだ始まったばかりだから大丈夫よ。はい。ユミさんは正直ね。ダメよ、あなたが声を出しては。すみません。します。私たちもないわ。どうして？誰か止めてる？じゃ、お二人ともパスですね。上がり。あら、柏木さんが止めてたのね。ユミちゃん、覚えておきな。七並べに強い男は性格悪いからね。だったらダウトが得意な女は嘘つきを証明しているようなものじゃないかい？そういえば、さっき聖様はダウトで勝ちまくりだっけ。あんたはさ、いちいち一言多いんだよ。褒められたと思っておくよ。まったく、この二人は天敵同士だわ。広いですね。こっちだよ。ロサギガンティア、以前にもいらしたことが？はいな、去年の夏。お、はあ、ここがトイレ、来客用の。え？私たちが卒業したらさ、はい、ちょくちょく遊びに来ればいいじゃん。できれば今日みたいにおじいさんやお父さんのいない時がいいかな。ん？今日ね、小笠原家の男ども外に囲っている女のところに行ってるのよ。え？男どもは本宅の他にいくつも別宅を持っているんだ。元旦は家族で豪華な新年会でも、2日3日はお手伝いさんたちに暇を出し、男どもは2号さんのところへ行く。いや、逆かな。男どもがいないから従業員たちが休めるのか。ロサギガンティア、やけに詳しいんですね。幸子のお姉様は私の親友だからね。え、じゃあロサギネンシスから？うん、それを聞かされた私としては結局彼女の思い通りに動かざるを得ないわけだけど。私の役割はユミちゃんを連れて賑やかにすること。あ、そっか。聖様は幸子様の家が寂しいことを知っていて、それで私を。それ何？屋台のたこ焼き。まあ、珍しいわね。幸子様のようなお金持ちになると屋台のたこ焼きが珍しいんだ。はあ、最初から格が違うのは分かっていたけど。はい、あーん。え？美味しいかどうか味見して。私がですか？うん、はい、あーん。あーん、うち、あーごめん、熱かった。ほら、口の周りについてるよ。ロサギガンティア、私の妹に立ち食いの習慣をつけさせないでいただきたいですわ。はいはい。ユミもユミよ、お行儀悪いわ。はい、すみません。幸子もどう？たこ焼き。結構です。さっちゃんはいつも学校でそんな楽しそうなことをしているんだ。楽しいだなんて。隠したって僕にはわかる。さっちゃんは
ユミちゃんとそうやってふざけているのが一番楽しそうだ。え、楽しそうって本当に？お姉様が私といて楽しいって。お茶なら今お持ちしますわ。ユミちゃんにまで手を出すなよ。まさか。皆さんお帰りになるんですね。みんなも泊まっていけばいいのに。で、私の言うことじゃないが、お正月ですもの、みんな予定があるんですよ。いいなあ。吉野さん、レイ様と箱根行くんだって？うん、両方の家族合同でね。へえ。お姉様は明日からご家族でご旅行ですよね。そう、毎年恒例なの。ちょっと飽きたわ。陽子は冬季講習はいつから？もう明日からよ。ちょっと気が重いわ。そろそろ失礼しましょうか。柏木さん、ゆうきくんと二人で女性のボディーガードよろしくね。はい、受けたまわりました。ゆうき泊まるんだ。そんな話聞いてない。幸子、今日はどうもありがとう。楽しかったわ。また寄らせてね。お正月早々お集まりいただきましてありがとうございました。またぜひお寄りください。ユミさんいいわね。今日はお姉さまのお宅にお泊まりでしょ？うん。ロサギガンティアは合宿って言ってたからきっとお泊まりのつもりなんだろうけど、帰りなさいって言われちゃったらどうしよう。明日何か用事があるの？いいえ、ないです。何もありません。だったらそんなにそわそわしないでゆっくりなさい。え、それはつまり？あなたの都合さえよかったら今日は泊まっていらっしゃい。はい。ユミちゃん、何をキョロキョロしてるの？だってここにも小さなお部屋があって旅館みたいですよ。さっき幸子の部屋見た時は意外と普通にしてたじゃない。あれはですね、すごすぎちゃって言葉にならなくて、はあ、なんか口に出すだけでももったいない。ユキたちはもう寝たかな？ああ、無事だといいね、ユキくん。あ、無事って？お姉さま。ロサギガンティア、お宅では中木をおやりになりますか？中木を？おまじないなのよ。長木用の王で始まるお歌を書いた帆掛け舟を枕の下に敷いて寝ると良い初夢が見られるって言われているの。へえ、良い初夢が。長木用の遠の眠りの皆目覚め、波乗り船の音のよきかな。みやびですね。さ、ユミも。あ、はい。長き夜の遠の眠りの皆目覚め、波乗り船の音のよきかな。そう、上手よ。おやすみ。おやすみなさい。良い初夢を、ロサギガンティア。うん、お二人さんも。おやすみなさい、お姉様。おやすみなさい。こ
うしてお姉様の隣で眠るなんて思ってもいないお正月だった。お姉様は私が思ってた以上にすごい人だったけど、でも今年はきっといい年になりそう。寝ちゃったのかなお姉様。ユミ、はい。今日は来てくれて嬉しかったわ。はい。嫌じゃなかったらまた遊びに来て。はい。おやすみ。嬉しかったって言ってた。それにまた遊びに来てって。嬉しかったわ。遊びに来て。お姉様の家に泊まりに行ってあんなに嬉しかったのももう二月も前のことになる。もう春なんですね。え？何のこと？いえ、いいんです。何？変な海。こうして始まった一年も夢のように過ぎていってしまう。私がどんなにあがいても時間は残酷に流れていって。でもマリア様、どうか今この時間の輝きが永遠に続きますように。ご挨拶するときはごきげんようじゃなくてヨーロレヒヒって。せーの、ヨーロレヒヒローサフェティタ。そう言われてもついていけません。次回マリア様が見てる気晴らまっしぐら。ヨーロレヒヒ。お姉様さすが